皆さんこんにちは。今回は、裏庭で大活躍？ルカの評価爆上げって感じで動画にしていきます。ちなみになぜルカなのかというと、ルカは敵のバフを解除することができて、最大 HP に依存した劣装デバフの付与。さらに、単体ボスへの人生削りが強い。という感じです。実戦は後半に載せておきます。それでは、基本事項から。まずは、ヒゲから。開幕敵単体に物理ダメージとスキルの劣装付与。あとはテンプ、専用スタックの投資を1層獲得だね。まあ、基本は使いません。カフカいるならカフカ優先だし。ペラとか入れてるならペラの方がよっぽどヒゲが強いです。マジで、他にするキャラがいない時の最終手段。続いて通常攻撃。ルカは専用スタックが存在していて。これが、2層以上なら強化されます。強化されていない砂殴りは基本使いません。強化時は、人生を通常で2個分削るだけでなく、敵に付与された劣装ダメージを触発します。ですので、今回で言えば物理編成で戦っていれば、ルカの付与した劣装、弱点撃破の劣装で、22ダメージ発生が期待できますね。あとはテンプは説明見るとややこしいですが、2層ある時に消費して強化通常を打てる、くらいでいいと思います。続いてスキル。右手のグルメスパイザーを敵にぶつけて劣装付与。依存ステータスは攻撃力で、敵の HP 上限に依存したダメージに、ルカの攻撃力でストッパーがかかるイメージ。基礎命中率は 100% なので、特にボス級、アルジェンキとかに必中させたければ、効果命中 67% が必要です。意外と 67% いる敵は少ないが、ボス級相手に使うことが多いルカなのでこの部分は妥協してはいけない。必殺技。必殺技は、敵単体にダメージと非ダメージアップデバフ。デバフは3ターン継続するがエネルギーが130必要。基本的には維持はできない。また、こちらも基礎命中は 100% なので、効果命中の理想は 67% だね。ってことで奇跡。1個目、スキルで敵のバフを1個解除可能。これは、地味ではあるが、アルジェンティが結構自己バフさせてくるので便利に使える。2個目、テンプの専用スタック投資を貯めるたびに EP 回復。地味だけど、便利気味な感じ。3個目、強化通常攻撃の攻撃回数がアップ。これは貫突用効果ですね。会心をそもそも盛らないので、貫突以外だとあんまり意味ないです。あとは、ステータス系は効果命中、攻撃力、防御が上がります。ルカのスキルで付与する劣装はダメバフを参照するから。ダメバフはどうにか盛りたいね。続いて凸について。1凸、ルカが行動するとき敵が劣装状態ならよダメージアップ。これは、基本的にはルカが強化通常で敵の劣装を触発するときに恩恵ある。2個目、敵が物理弱点ならテンプスタックを追加で1層。これにより、EP 回復ペースや強化通常を打ちやすくなるが、ぼちぼちかな。ただ、現状ルカを物理弱点以外で使うことはほとんどないから、今のポジション的には重要な要素かな。そして、投資を1層獲得ごとに攻撃力 5%。最大で4層、合計 20% で永続効果です。貫突は、強化通常をした時殴った回数に応じて、追加で、劣装ダメージを触発してくれる。結構大きい効果だと思います。それでは異物について。一番適性が高いのは 1.5 で追加された囚人。こちらが持続ダメージキャラなので最も効果が高いです。防御虫は、量子4が弱点撃破ダメージも影響を受けてたはずなので。物理は弱点撃破時、撃破後、共にダメージが高いので、計算以上の効果を発揮できると思います。ちなみに、弱点撃破ダメージを無視するなら、物理4と 1% くらいしか変わらない見込みです。あとは従来通りの物理4。これでも十分戦えます。一応相方の回答も撃破特攻が上がるので、物理で割り割りしていきたいなら、一応両方候補の一つとなります。2セットは、1.6 で追加されたグラモスが最適解。一応最低でも速度135が必要なので注意。基礎速度103なので、25の靴だけだと足りません。ルカはダメバフが不足がちなのでダメバフがありがたいね。あとは従来通りヘルタでも問題ないです。ただ、メインステータスのみでほとんど使えるのがルカの強みなので、持続ダメージキャラの強みなので、
グラモスで物理メインと攻撃縄が出たらさっさと乗り換えていいかも。一応ビルドまとめ。4セットは、囚人か物理が無難です。物理弱点にぶち込むなら回答4でもいいです。ただ、基本は囚人か物理、あるいは2セットずつだね。2セットは、グラモスかヘルタ、あるいはオイヌ選手。オイヌは HP アップと、全体攻撃バフなので、ルカの低耐久を底上げしつつ、持続編成なら PT 全体に恩恵の高い攻撃バフをします。持続ダメージ編成は不減なしだと耐久的に結構事故りやすいので、耐久面のケアは実践だと重要です。公園水についてです。公園水はあれば、安定のお休みなさいがおすすめ。最低でもルカは2個自力でデバフが付与可能。各回入れれば、3個可能。一応、必殺技が重いのでそこは安定しないかもだけど、困ったらつけとけばいいレベルの公園水です。あとは獲物。胸の効果命中が少し出づらいので、これつけとけば、効果命中を上げつつ、持続ダメージも上がります。基本は、お休みか獲物がいいですね。なければ、ヘルタか庭のフェルマータだね。どっちかある方を使いましょう。一応数値上では、左のヘルタの方が高くなりますが、必要素材や経験値とかも多くかかるのと、ヘルタ公園水は結構素材が貴重なのでよく考えるように。フェルマータは頂上2くらいまではゲーム内で配布なはずなので、いや頂上1だけかも。一応本体は、誰でも入手可能なので他になければ使いましょう。おすすめ編成について、基本はカフカと合わせて使うのがおすすめ。カフカならルカと残り2枠は比較的自由。火力を求めるならホホ、安定を取るなら不減。アスターと合わせた時の消費 SP 肥大化の対策に羅刹入れてもいいでしょう。一応、持続ダメージ3人組で組むと、調和のように、耐久を持ったサポートではなく、全員火力ビルドのそこそこ低耐久気味編成になるので、こちらの火力が低いと押し切られるので注意。ヘイトも虚無キャラは中間の100だからね。特に狙われづらいということはないので、耐久で崩れやすくなる。あとは、今回の裏庭では2番目の編成がおすすめ。もちろん、ナターシャは他の生存補助でも問題ない。師匠は壊滅主人公やアルジェンテ、クラーラでもいいでしょう。壊滅主人公だと後半7ラウンド、師匠だと後半5から6ラウンドくらいが目安になる。一応両方育てて使ってみたけど、壊滅主人公だとやっぱり手数の都合で敵の弱点をあんまり割れない。ということで、ぜひ今回の裏庭出るかを、敵の弱点対策枠として使うのをおすすめ。敵のバリアもダメージ発生前に破壊するので、一応スキルダメージで敵の人生を削れたり、なんやかんや便利な部分が多いね。今回は1ウェーブ目は複数戦からスタートするんだけど、ルカで通常かスキルを使うか悩んだ時は、劣走が最低でも2個ついた敵が存在する場合は、通常を使って問題ないと思う。逆に劣走が1個しかついていない敵については、その時は劣走をもう片方の炎ゴーレムに巻いていく感じ。後半戦は、基本本体狙いで問題ないと思う。最低でもアルジェンテに劣走をつけてから周りを殴る感じだね。カフカ編成においては、スキル、通常くらいになるかな。敵に劣走がついている場合は SP 供給したいなら切れるまで通常。SP に余裕があって、プラマイレイにしたいなら、スキル通常交互でもいいと思う。特に敵が物理弱点だと、2突してれば、1スキルで2層の投資を獲得するので、スキルと強化通常のループが可能だね。ただ、SP が足りていないなら、ルカは SP を供給することをお勧めする。一応裏の背景についてもう一度触れます。壊滅主ルカで頑張って6ラウンドクリアを狙ってたんだけど、どう頑張っても 1R 足りなかった。ゴーレムが基本的に1体微妙に残るので、多分壊滅主人公もうちょっと鍛えられてたら 6R もいけるはず。ただ、師匠は1突してれば壊滅主人公よりも早いラウンドが期待できるので、師匠を育ててる人はぜひ師匠を、壊滅主人公を育成してる人は頑張ればいけると思う。ただ、師匠の方が楽なので、師匠ルカコンビで挑戦してみてね。ということで、ルカの解説でした。この後に師匠のアルジェンティ戦も入れておきます。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。面倒なことに。敵データ集捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。ほんの気持ちよ。気にしないで。背中は任せたぜ。
完成はどこだ。立てる火花を見せてやろう。これも死ぬ。小賢しい。ルールは破るためにある。栄誉を見届けよ。ルールは破るためにある。小賢しい。敵ターゲットを確認。おや？準備の勲章。戦前の礼を。敵データ収集完了。捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。よそ見すんな。立てる火花を見せてやろう。悪いけど、おやすみ。忠誠を誓う。全力で来い。回復ない。おや。敵データ収集完了。捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。まだだな。ほんの気持ちよ。気にしないで。背中は任せたぜ。これも死ぬ。始めましょう。全力で来い。完成はどこだ。立てる火花を見せてやろう。ルールは破るためにある。手の届かしようがないわね。これも試練。収集管理。捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。小賢しい。お薬の時間よ。支援感謝します。おや。捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。これも死ぬ。ルールは破るためにある。忠誠を誓う。面倒なことに。回復ない。あんな気持ちよ。気にしないで。支援感謝します。完成はどこだ。立てる火花を見せてやろう。収集完了。捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。完成はどこだ。立てる火花を見せてやろう。支援開始。おやすみ。小賢しい。よそ見すんな。全力で来い。平気よ。お薬の時間よ。ほんの気持ちよ。気にしないで。支援感謝します。まだ立ち上がりますか。捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。面倒なことに。いせいな。
せる火花を見せてやー。敵データ捕獲マーク起動、愉快な反撃の時間です。まだ立ち上がりますか？忠誠を聞かない。敵データ収集か。捕獲マーク起動、愉快な反撃の時間です。ほんの気持ちよ、気にしないで。支援感謝します。全力で来い。平気よ、ボコボコにするよ。捕獲マーク起動、愉快な反撃の時間です。間に合う。ほんの気持ちよ、気にしないで。背中は任せたぜ。